お疲れ様です。ベーシストのリュウジです。今日もね、ちょっと解説系の動画を出していこうということなんですけれども、まあ、今日は、マキシマムザホルモンの、上原太っていう曲かな。この曲も、間に、まあちょっと短いんですけどね、まあベースソロが入ってるというか、まあ、やっぱそのベースソロスラップで、やっぱロック系の例、あれやってなかなかせん方がいいのかもしれないですね。結構ちょっとその、まあ4小節ぐらいで入ってること結構多いということで、まあそんなに長くフレーズじゃないんですけれども、まあちょっと今回はね、その、短いフレーズですけれども、まあスラップの部分ですね、そこをちょっと解説していきたいなと思います。ほんで、このバンドのベーシスト、マキシマムザホルモンのベーシストの、上ちゃんっていう方はですね、まあ前回にも紹介したライズとか、まあドラゴンアッシュはちょっと抜けちゃったんですけど、ケンケンですね。まあこのベーシストさんと、まあタイプがね、結構僕と似てるっていうところがありまして、まあ非常にコピーしやすい。で、その僕みたいなタイプのベーシスト、まあ親指がこの下を向くタイプ のスラップの時に向くベーシストの方は結構非常にコピーしやすいんじゃないかなと思います。それではね、ちょっと一回弾いていきたいと思いますので、じゃあ演奏動画の方どうぞ。チャレンジしにくいかもしれないですけども、まあ、ちょっとかっこいいフレーズなんでね、まあ、ぜひ中級者ぐらいの方は、チャレンジしてみたらどうかなということで、今日の動画は終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。で、オンラインレッスンとか対面レッスンもやってますので、また興味のある方は概要欄の方から連絡ください。それでは、お疲れ様です。